にちは、JBS 武蔵野下です。はい、河合です。チャス皆さんこんにちは、野球 YouTuber のもこです。お願いします。実はですね、この度1月の末から8月の中旬にかけて行われるボーイズのアンダー12のですね、日本代表が行くカルリプ県杯ってやつがあるんですけど、カルリプ県杯に JBS 武蔵野向こうさんがですね、広報役として任命されましたので、ちょっとお知らせということになります。ありがとうございます。かの有名な世界大会ということで、カルリプ県っていうと今もう引退されてますけど、超名門のショートとかサードで活躍してたスーパー選手で、その人が主催している大会っていう感じですね。カルリプ県世界大会はもともとかの有名な星野監督が最初にやられてて、そこから去年は元木監督、元巨人の。で、今回の監督は、元ヤクルトの真中監督がになったということで、スポルトとかにも出られてる感じです。僕らもね、今後、日本での活動ですとか、実際に現地で赴いて、それで子供たちの頑張ってる姿とか、野球を通じて海外の方々とね、どういう交流がねあるのかというのを僕らがねぜひ配信していきたいと思います。野球の素晴らしさで世界の野球の素晴らしさというのを伝えていきたいと思ってます。そうですね。やっぱり世界でね戦っていく少年たちの様子っていうのもなかなか YouTube で配信するっていうのもねなかなかないことなので、今回新しい試みとしてちょっと JBS 武蔵と向こうさんとですね実際に現地にも行くので頑張っていきたいと思います。でまず第1弾としてですね、この前ですね選手を決めるトライアウトが実施されましたので、ご様子をちょっと配信していきたいと思います。それではどうぞ。はい、ここからはトライアウトの様子をお伝えしていきます。こちらが今回トライアウトに応募した選手たちです。非常に力強いボールを投げております。はい、まずは一塁の塁間の走力テストです。非常に足が速いです。腕の振りと桃の上がり方が最高です。続いて守備です。非常に大きな声でボールを呼び、全力でスローイング。続いて内野手です。非常に足の運びが素晴らしいです。もうこれ非常にね12歳とは思えない非常に高度な守備を披露しておりました。続いて投手陣です。実戦形式のフリー打撃で力強いボールを投げております。そして最後はバッター陣。ヘルメットが飛ぶぐらい思いっきりスイングしてます。フライボール革命でしょうか。シュアな打撃を披露しております。すべての項目が終わり、少し安堵の表情を見せる選手たちです。選手の皆さん、大変お疲れさんでした。素晴らしい環境で、この2019年度のカルリプ県のトライアウトが無事終了いたしました。本当にお疲れさんでございました。どれだけ向こうで力できるかということを聞いてやってみてどうぞってほしいと思っております。明日も頑張ってください。今年は大会4連覇をかけて戦います。そしてアメリカのチーム、海外のチームもものすごく日本のチームを注目してます。マナー、挨拶、すべてにわたって向こうのチームは見てます。怪我しないように頑張ってください。はい、というわけで今回は第1弾の動画でした。ボーイズ日本代表の広報として少年たちがモチベーションが上がるような動画作りをしていきたいと思います。皆さんぜひ応援のほどよろしくお願いします。